今回の動画では Static とリードオンリーについて説明したいと思います Static、えー、を書くとそのプロパティが共有できるようになりますそれでは実際にコードを書いてみたいと思います例えばバレットっていうクラスを作って、えー、そこにカウントという単元の数が何個あるかっていうプロパティを作成するとしますそれを初期値で0にしておきます ま、この書き方ですと、初期化した時にしか使えないんですけれども、static っていう風にすると、このクラスのプロパティ、インスタンスのプロパティではなくて、バレットクラスのプロパティとして直接使えますので、こういう書き方ができます。これをコンソールログに表示させてみますと、現在0ということになります。そして、このバレットのカウントをインクリメントします。 そして出力してみますと1になりましたさらに2回インクリメントして出力させてみますと3という風うになりましたこれがスタティックになります次 read only なんですけれどもここに read only としますとここが赤線になりました cannot assign to count because it is a read only property ということでまあ read only で読めばわかりますけれども 読み込み専用ということで書き込みができないわけですね。ここでインクリメントしてますけど、まあ、現在0にしていますが、この0という値をインクリメント書き換えることができないよということで下線が出ています。ですので初期値として5を入れたり、3を入れたりすれば、あとは書き換えれないということになります。まあ、インスタンスのプロパティと しても同じことなんですけれども、えー、インスタンス化して、マイバレットのカウントを出力させますと、初期値の3が入ります。こういう風にかけ替えようとすると、赤線が出て同じような注意を受けることになります。ということで、スタティックとリードオンリーの説明でした。次回はインターフェースについて説明したいと思います。